今日はよく晴れています。神輿山と湯月城山、湯月城山に向かいます。西広島バイパス、自転車をしてます。高津小学校横から二之島奥に江田島、宮島、神戸橋、暑いです。高須台中央、そよ風、高須台中央公園、暑いですね。大茶臼山左へ、雲が増えてきました。あの電波塔でしょう。少しくだるんですよね。もみじが丘南、また遠回りになった。もうすぐ登山口、8時37分。ここを覚えています。急坂ゆっくり、見えてた電波塔。午前中トレーニング、もう1年以上飲みに出てません。暑い時は生ビール飲みたいな。まだかがいませんように。体がなまってますね。稜線、9時3分縦走路、上の分岐で左、すぐそこです。着きましたね。9時13分湯月城山339メートル。少し展望できたかな。宇品島や金輪島、えげ山、神輿山へ、左からそよ風、すぐに開けたところ、鉄塔がある峰、鈴ヶ峰、西峰の奥にも山、宮島、こっちは窓ヶ山、向かい山。朝食べ過ぎたかも。次の鉄塔、緩やかな道です。分岐左、一人走ってました。9時28分、神輿山、標高315メートル。お、また青空が広がりました。ほこと山の方です。城山、えげ山、相変わらず木が邪魔します。二之島、下高山、奥が江田島、西の三島、のとろ山、宮島、二線です。船が見えます。弁天島、八幡川の河口、観覧車見えるかな。木下サーカスのテント、鈴ヶ峰、さあ下りましょう。分岐で左、もみじが丘へ、自然林が続きます。間違わないように、一度登ったことがある道です。分岐は右みたいだけど、高須台への道、手すりと階段、高須台の団地、
大田川放水路、朝日橋、黄金山、肘山市役所の方です。車道が見えます。9時56分です。降りてきました。自転車取りに行きます。高須台第三公園、美容柳、ここを自転車で広島学院の横、展望が良いところ、海も少し見えます。江波皿山、江下山、黄金山、神輿山と柚木城山。